それではこのように相手が足を立てベースを取った状態からだ。ここではハーフガードで閉じないようにしよう。それでは対角線に膝を割られて簡単にパスされてしまうね。その代わりにここにフックを残しておこう。相手のももの後ろだね。これで膝で対角線に割るのを防ぐよ。ここでどうするか。ラペラをつかむ。手首をつかまえている手は回してそのままつかみ返す。そして内側に押し込もう。私のもものサイドにだね。ここからどうするか。ラペラを引きつけ足を伸ばす。バルーンスイープだ。そのまま追って上になり2ポイントだ。ラペラをつかみ手首をつかまえている手を外から回して袖をつかみ返す。そのまま相手の腕を内側に押し込もう。これで手を使ってベースを取られることはないね。相手はこれで手をマットにつけることはできない。ラペラを引きつけ足を伸ばす。バルーンスイープに入り反対側へ。